どうも、豊です。動画を、ご覧いただいている皆様にはいつもありがとうございます。今日はすごいほっこりする話がありまして、ちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですが、僕が日本バイクで日本一周をしている時に北海道に行ったんですよ。で、北海道には僕の同級生がいまして、こちらの方です。 DJ ノアって言って、もう中学時代から DJ やってて、コロナ前は世界中飛び回って DJ をしているような友達だったんですけど、その友達のノアが、住んでる高級マンションの管理人に僕話しかけられたんですね。すごいバイク乗ってるねみたいな。で、なんでハーレー乗らないのみたいなことも言われたんですけども、その時にそのなんでハーレーに乗らないかっていう理由を力説して、確かなんかハーレーはブランドがかっこいいから乗るだけでかっこいいのは当たり前だみたいな、なんかそんなようなこと言ってたんですけど、それが2021年8月28日の出来事でした。それで、この前3日ぐらい前かな、ノアからインスタグラムから LINE が来て、こちらの内容が来ました。ちょっと読み上げると、家のマンションで働いてるバイクマニアの人で、豊かに話しかけてきたおっさん、僕に話しかけてきたおっさんがこの前ノアに話しかけてきたと。で、僕のことですね、あの兄ちゃんまた来ないのかいと言われたと。で、内容がなんと、俺同じバイク買ったんだよって言われたらしいんですよ。で、それに、ノアが超ウケたっていう話で、ほっこりしたっていうお話なんですけど、僕もすごい癒されて、あの時になんでハーレーを買わなかったかっていう力説した回があったなと思って、北海道に行った甲斐があったなっていう、すごいほっこりするお話でした。北海道ではね、ノアにたくさんお世話になって、ベンツ貸してもらったり、高級店ね、連れてってもらったりしたんですけども、すごい思い出になるお話が増えちゃったなっていうところで、なかなかないですね。その僕のバイク買うと6、70万ぐらいは今市場でするので、ハーレーを選ばずバルカン買ったんだっていう、すごいお話でした。本日は以上です。